罪の裁く。赤き谷を覚えているか、ネメシス。死ね、死ね、死ね。貴様が私から全てを。お母様、お主、そこで何をしておる？いかにしてここに入り込んだのか知らぬが、わしの寝顔を盗み見るとはなあ。はあ、まったく。もそっと近寄れ。お主の姿をよく見せよ。知らぬ顔のようじゃの。一体何者じゃ。わしをからかうのも大概にするのじゃ。お主、人間と言うたな。ならば名を名乗れ。おれ、徳仙子。じゃの、人間なればこれにも答えられよう。何の節の何の日の生まれじゃ。なに、わしと同じとは。おかしな偶然もあったものじゃ。何やら懐かしい心地がするが、わしはもう一眠りするかな。
そろそろ起きろ。またあの夢でも見てたか。お前の話を聞く限り、そんな奴に会ったことはねえんだがな。まあいい、そんなもん忘れちまえ。戦いに雑念はいらん。俺たち傭兵の仕事は命がけなんだ。余計なこと考えてると早死にするぞ。さあ、とっとと支度しな。次は王国での仕事だ。少し距離があるから夜が明けたら出ると言っといたろう。まったく、お前以外はもう外で待ってるぞ。ジェラルトさん、すまんが来てもらっていいか。どうした？突然申し訳ありません。こんな時間にガキどもが揃って何の用だ。実は私たち盗賊団に追われているんです。どうか力を貸していただけませんか。盗賊だと？ええ、野営中に襲撃されたのです。うまいこと仲間と分断されて多勢に無勢、金どころか命まで取られるところでしたよ。その割には随分とのんきな。ん？その制服。村の外に人影。ち、かなりの大所帯だ。来やがったか。ったく、ガキどもはともかくこの村を見捨てるわけにはいかねえ。おい、行くぞ。用意はいいな。巻き添え食わないようにさっさと片付けちまうぞ。まずは手前にいる連中を始末して敵の出鼻をくじいてやれ。焦らず戦おう。切り込むか。気は抜けない。私の力見せてあげる。ぼちぼち動くか。敵の攻撃に備えながら進むぞ。森の中にでも陣取っておけ。いや、悪い悪い、あんたらのおかげで命拾いしそうだ。こんな偏僻な村に腕利きの傭兵が、まさに天の廃材。日頃の行いのおかげだな。
ありがとう。おかげで助かった。こんなところでは死ねないからな。すまないが、力を貸してほしい。協力して賊を打ち払おう。よし、それでいい。森にいれば敵からの攻撃を有利な状態で受けられるからな。この経験は糧になる。なんで村に傭兵が嫌がる。こうなりゃまとめてぶちのめす。いい機会だ。俺が教えてやった戦技、ここで使ってみろ。近くに味方がいるときに攻撃すると、敵が威圧されて攻撃を当てやすくなるぞ。というなら腕を見せてくれる。報酬については心配しないで。くそ、てめえさえここで殺せば。見えている。凄腕の傭兵がここに嫌がるんだ。文句を言いてえのは巻き込まれたこっちだ。アヌシ、気をつけよ。わしを殺める気か、しれ者め。いや、よい。お主ごときには己が命の誠の値打ちなぞわからぬじゃろう。
まったく。わしがお主を導いてやらねばなあ。わしの名はソティス、始まりの者と呼ばれておる。ソティス、ソティス、確かにわしはソティスじゃ。それに始まりのものか、一体誰にそう呼ばれておったのか。何、わしは今まで名前すら思い出せなんだのじゃ。それが宣告はするりと口をついて出た。おかしなこともあるものじゃ。なんじゃその顔は。おぬが名前すらわからぬわらしと思ったか。ふん、ならばそのわらしに命を助けられたお主はどうなんじゃ。まったく。おー、偉そうに。見た目ばかり育っておるようじゃな。たかが小娘一人救うために盗人の斧の前に体を投げ出しおって。わしがとっさに時を止めたからよいものの、あのままでは死んでおったぞ。お礼の一つも言えぬとはの。ここから追い出されたいか。そう、素直に感謝すればよいのじゃ。わしも助けがいがあるというものよ。しかしとっさとはいえ、よう時を止められたものじゃ。どうやったのか。再び時を動かせば、あの斧はお主の背に見事に吸い込まれ死ぬじゃろうな。当たり前じゃ。はあ、お主のせいでわしまでこのような目に。一体どうすればよいのかの。えい、そのようなことができてたまるか。いや待て、そうか、止めた時を巻き戻せばよいのじゃな。うん、できそうじゃ。まったく世話の焼けるやつめ。巻き戻る時はわずかなれど、何が起こるか知っておれば命を守るのはたやすかろう。では行くぞ。炎をその身に宿せし者よ、時のよすがをたどりて、おのが答えを見出せ。お前、今何か。セイラス騎士団、ただいま参った。生徒を脅かす盗賊ども、覚悟せえ。おい、盗賊が逃げていくではないか。貴殿らは後を追うのだ。さて、酋長たちも無事のようだな。と、そちらは。おっと、面倒な奴が来ちまった。
やはりジェラルト団長ではないですか。お久しぶりですな。私のこと覚えておられますか。自称あなたの右腕アロイスですぞ。団長が突然いなくなってから20年、ずっと生きていると信じておりました。相変わらずうるせえやつだなアロイス。それにもう団長じゃない、今はただの流れの傭兵。そういうわけで次の仕事があるからまたな。ええ、ではまたどこかで。ってそうなるわけないでしょうが。団長には修道院まで来てもらいますからね。ガルグマク大修道院か。へえ、そうなるよな。おや、もしかしてそちらの若者は団長のお子さんですか。そうであったか。見た目はともかく雰囲気は団長にそっくりであるな。貴殿にもぜひ大修道院を見てもらいたい。どうこう願えるか。どうかしましたか団長。まさか逃げようなんて思ってませんよね。かのセイロス騎士団を相手に逃げ出せるなんてさすがの俺も思ってねえよ。セイロス騎士団か。確かに腕が立つ者どものようじゃな。ほれ、あちらで呼ばれておるぞ。お主さっさと行ってやれ。さっきは助かったわ、ありがとう。それにしても腕が立つのね。あなたは傭兵なのよね。しかもあなたの父はセイロス騎士団の元団長、歴代最強の騎士と謳われる怪人ジェラルト。そんなことがあるの。何か言えない事情がありそうね。なあ、一緒に大修道院に来るんだろ。道中いろいろ話を聞かせてくれ。ああ、俺たちは大修道院に併設されてる士官学校の生徒なんだよ。課外活動中に盗賊に襲われてな、ひどい目に遭ったってわけさ。あなたが真っ先に逃げ出すからじゃないの。そうだったそうだった、聞いてくれよあんた。こっそり俺だけずらかろうとしたところへこいつらがついてきたせいで、盗賊は揃いも揃って俺たちを追いかけてきしまった。とんだ笑い話さ。クロード、お前はそんなことを考えて皆のためにおとりになったものと思っていたが。そうに決まってるでしょ。言葉の表しか見ないようじゃメイ君にはなれないわよ。言葉の裏ばかり読んで猜疑心にまみれてもメイ君にはなれない気がするがな。おっと、帝王学の議論か。二人ともさすがだな。しかし猜疑心の塊の俺からしたらまだまだ純粋なヒナみたいな応酬だぞ。ヒナ口が減らないわねあなたは。まあいい、それより今はお前のことだ。盗賊団の頭相手に一歩も引かぬ戦いぶり、俺ももっと強くならねばと思ったよ。確かにそうね。あなた帝国で働く気はない。何を隠そう、私はアドラステア帝国の。待てエーテルガルト、それなら俺も話がある。今ファーガス神聖王国はお前のように優秀なものを必要としている。ぜひ俺と共に王国へ。そこまでだ。まったく二人とも手が早いな。会ったその日に口説くなんてさ。俺は大修道院に向かいながらしっぽりと親睦を深めたいね。まずはあんたの好みでも聞こうかな。どの国が好きなんだ。こやつら出自をことにするようじゃな。お主の好む国を答えてやるがよかろう。そうでしょうね。
衰えたとはいえ、帝国の培ってきたものは他の日ではないわ。おしゃべりはそろそろ終わりにしてくれ。大修道院へ向け出発するぞ。おっと、話の続きはまた後でだな。やれやれ、慌ただしいのう。まったく。じゃがあの小わっぱども、三者三様よのう。わしと同じ見立てじゃな。ふう、かまた眠くなってきたの。お主、わしが眠っておるからと。